午前2時ごろ、函館市入船町の港には日本海でのスルメイカ漁を終えた船が戻ってきました。去年と同じようなもんだと思うよ。とにかくまた今年も厳しいかなという感じはしてた。やべ、あとは市場の値段次第だ。渡島管内のスルメイカの漁獲量は年々減少していて、昨年度は過去30年間で最低となりました。専門家の調査などでは、今年も前年並みの不漁が予想されています。先ほど行われた初競りでは、イケスイカが1キロ5200円のご祝儀価格で取引されました。